で、ここからはですね、このループレック CT を使ってカラーコレクション、そしてカラーグレーディングの一連の流れをですね、ご紹介したいと思います。で、今回使う動画はブラックマジックデザインのポケットシネマカメラ 4K というカメラで撮ったローの素材になります。ですので、ロー素材からカラーコレクション、まあ、例えばホワイトバランス、サイド、コントラストですね、上げていって、でその後にですね、色味を調整するっていう部分をですね、このループレック CT を使って流れをですね見ていただければと思います。それでは早速いってみましょう。はい、それではですね早速やっていきたいと思います。でこの映像は山梨県の河口湖のほとりでですね撮影した映像になります。このモデルの清田くんがキャンプ系 YouTuber なんですけども、彼をモデルにちょっとインタビュー動画の撮影をした素材になります。完成のイメージがただラットを当てただけなんですけれども、これをまあカラーコレクション、カラーグレーディングして色をつけていきたいと思います。ではこのクリップですね、このクリップが BMPCC4K というカメラで撮影したもので、ラットが入っているのでちょっとラットを外していきたいと思います。これでローの素材ですね、 B ローの素材になりましたので、この状態からですねカラーコレクション、そしてカラーグレーディングしていきたいと思います。それではカラーのワークスペースに変えて、でこのクリップをですね色調整していきたいと思います。でまずローの動画をですねカラーコレクションしていくには、まあ、いろんなやり方あると思うんですけども、自分の場合はコントラストから調整していきます。ですのでコントラストですね、基本補正の中のこの部分ですね調整していければと思うんですけども、エディティングカラーオーディオのうちカラーをタップします。そしてコントラストはですねこの部分ですね、なのでここを右にこうつまむとこのようにですねコントラストが広がっていきます。はい、でマックス150までですね、これでまずコントラストを上げたという感じになります。もう少しですねシャドウ部とそしてハイライトも上げていきたいと思いますので、そういった場合はですねシャドウとハイライトいじりたいんですけども、ループレックのデフォルトがこれブラックスになってるんですね。ブラックスっていうのはこの黒レベルのところですね。なのでこれを左につまみを回すとこのようにシャドウ部を下げていくことができます。まあ、この10ぐらいまで下げていきましょうか。で、今度はですねハイライトですね、これハイライトを上げる代わりにですねこのつまみを回したいんですけども、ループレックのデフォルトがですねこれホワイトになってまして、ハイライトではなくて白レベルになります。なのでこれ右に回すと白レベルが上がっていきます。これ白レベル使う方はですねそのままでいいと思うんですけども、僕はですねホワイトとブラックスよりかはですねハイライトとシャドウにしたいので、まあ、この部分はですね後でちょっとカスタムしていきたいと思います。で一旦リセットしてですね、このシャドウとハイライトを使う代わりに自分の場合はですねこのカラーホイールとカラーマッチっていうのをよく使います。まあ、自分はダヴィンチリズムを使ってるんですけども、ダヴィンチリズムの場合がですねこういった3つのタブでですね調整するんですけれども、プレミアもですね自分はこの画面で調整するのがやりやすいかなと思います。でこのシャドウ部のこのコントラストですね下げるということと、であとハイライトですね、ここのコントラストを上げるという感じでやって、足りない分ですねコントラストをこう上げていって、まあ、色を戻していくんですけれども、実際にマウスでやるとこれプレミアの場合ですねハイライトがここまでしかいかないんですね。これが非常に不便でして、これいけない部分に関してはハイライトのところを上げていくという感じになります。ただこのハイライトがですね、まあ、デフォルトだとこの1ページ目にないので、この部分はですね後でちょっとカスタムしたいと思います。で今回はですねこのトラックパッドでちょっとやっておきたいと思います。はい、でカラーホイールとカラーマッチですね、これもシャドウがまあ10ぐらいに下げたいので、これに関してはこんな感じでいいかなと思います。でコントラストに関してはこのつまみですね、まあ、こちらマウスでこういじってもらってもいいんですけれども、微調整が効くのがですねこのつまみになりますので、ここでまあ右に回していくとコントラストが強くなるという感じで、まあ、ここら辺の波形を見ながら、まあ、コントラストをつまみで調整していくという感じになります。はい、でここまではコントラストの調整になります。続いてホワイトバランスですね。今回はですね、まあ、そんなに調整しないでいいと思うんですけれども、この色温度に関してはこの左上のテンプですね、テンプレチャーで、これ右に行くとオレンジ色が強くなって、左に行くと水色が強くなるという感じになります。
なので、まあ、この RGB の波形を見ながら色温度ですね、いい感じにしていきます。で、色かぶり補正に関してはこっちのティントですね、ティントも右に行くと紫、左に行くと緑ということで、まあ、これも白が白として見えるぐらいの色味にですね、調整していきます。で、ホワイトバランス調整した後はですね、サイドですね、まあ、英語でサチュレーションと呼ぶので、この左下にサチュレーションのサチュとありますので、これを右に回します。するとサイドが戻ってくる感じですね。一般的なカラーコレクションはですね、コントラスト、ホワイトバランス、サイドでですね、戻すことによって色が戻ってきます。ビフォーアフター見てみますと、元々のローの映像がこちらになります。で、コントラスト、ホワイトバランス、サイド調整した後はですね、こういった映像になります。はい、ではここからですね、カラーグレーディング、色を作っていきたいと思います。で、色の調整なんですけれども、このカラーホイールとカラーマッチですね、この時にこのホイールがですね、非常に役に立ちます。で、デフォルトがこのミッドトーンズ、シャドウ、ハイライトになってますので、これファンクションボタンですね、ファンクションをしながらこう左にこうドラッグっていうんですかね、流すと、これシャドウズ、ミッドトーン、ハイライツっていう場面になります。で、このハイライツ、ミッドトーン、シャドウズっていうのがこの部分になります。なので、じゃあ例えばシャドウをですね、もう少しここをコントラスト下げたいという場合は、このつまみですね、下げると調整できます。で、ここからがミソなんですけれども、この色の調整ってですね、これまでこのマウスでクリックしながら、まあ、シャドウ部をちょっと青色に行きたいという場合は、右下にこうドラッグですね、するんですけれども、特にドラッグパッドだとすごいやりづらいんですね。そのためですね、僕はこのボールがついてるマウスを買ったんですけれども、これもですね、クリックしながらこの微調整ってちょっとしづらいんですね、これも。で、これちょっとダブルクリックで戻しますが、この部分がですね、ループデック CT を使うと、ここですね、指でタップして、で、こう右下にこうドラッグですね、すると、これなんとシャドウだけをですね、青色の方に振ってくれます。これの微調整がですね、しやすいんですね。ちょっと間違えたら、これダブルタップですね。これちなみに、これダブルタップすると、こっちのシャドウの部分もですね、コントラストもゼロに戻ってしまうので、これはちょっと気をつけておいた方がいいかなと思います。なので、リセットしたい場合はですね、これダブルタップするとコントラストもリセットされますので、このコントラストはそのままで、色味だけ変更した後戻したい場合ですね、はこっちをまあダブルタップですね、マウスでする方がいいかなと思います。この調整ですね、例えばシャドウ部をこうタップして、ちょっと右下にですね、するとシャドウ部はちょっと青に、で、今度ファンクションしながら左に行って、ハイライツですね、ハイライツもちょっと色味を変えたいと思うんですけども、肌の部分とか、あとちょっと明るい部分ですね、はちょっとオレンジ色ですね、まあ、いわゆるティール&オレンジのオレンジの方に振っていきたいと思います。で、そういう場合はですね、これタップして、で、オレンジの方に指を持っていきます。ちょっと慣れるまでは扱いがちょっと難しいかもしれないんですけれども、これをオレンジの方に振って、で、調整していくという感じになります。はい、こんな感じでしょうか。で、ビフォーアフターですね、ビフォーアフターという感じで、色がちょっとついたかなと思います。で、カラーホイールはですね、これ結構好みに分かれるかと思います。僕はちょっと使いやすいかなとは思ったんですけど、トラックボールの方が好きな方もいるかなと思います。続いてラットの当て方について解説していきたいと思います。で、プレミアプロでカラーコレクション、まあ、カラーグレーディングするときに調整レイヤーを使う方もいると思うんですけれども、その調整レイヤーの出し方は、まあ、通常であればこのプロジェクトの中で右クリックして、で、新規項目で調整レイヤーという感じで作っていくと思うんですけども、これがですね、非常に便利でして、このループデックの1ページ目にですね、アジャストメントレイヤーのことですね、調整レイヤーというタブがありますので、これを押すだけですね、すると一発で調整レイヤーの新規作成の画面に行きます。そして OK ですね、行きます。で、このできた調整レイヤーをこのように引いて、で、まあ、色を変えたいところですね、ラットを当てたいところを選択して、で、このクリエイティブですね、この部分でルックを決めていきます。で、ラットを当てるときはですね、このルックで、例えばまあお気に入りのラットとかですね、ここで、まあ、例えば今回富士エテルナにしましょうか、当てた場合、まあ、一気に色味が変わると思うんですけれども、
通常であればラットを 100% 当てるとちょっと色がきつくなるんですね。なので今回も 100% 当てるとちょっと黒がですね潰れてしまったと思うんですけども、その時はですねこの強さをこうマウスでですね調整するかと思います。でこういった部分もですねここにインテンスっていうので強さを調整するつまみがあるので、こういったところで左に回して、まあ、マウスの感覚よりもですねつまみの感覚の方が微調整しやすいので、そういった点でこのループレック CT ですね非常に便利なんじゃないでしょうか。時短というよりかはですね、まあ、調整が非常にしやすいですね。なんかつまみが1段階ずつ調整できるんですね。なので微調整がしやすいと。で、まあ、一気に回すとですね、まあ、一気に落とすこともできるので、まあ、ここら辺はですね、非常に便利かなと思います。じゃ今回は 60% ぐらいにしておきましょう。で、ビフォーアフターですね見るとラットを当てる前、当てた後、当てる前、当てた後という感じになります。で、フルスクリーンで確認したい場合は、1ページ目にこのフルスクリーンっていうのがありますので、これをタップするとフルスクリーンで見れて、で、再生して確認するという感じになります。はい、で今回はですねチャラーに関しては簡易的にここまでのご紹介になりますが、まあ、今後ですねちょっともっと使いこなしたらですね詳しいカラーコレクションの部分も紹介できればと思います。あとですね、クロップの機能がですね非常に便利だなと思うんですけれども、これはちょっとエディットページですね一旦戻ってみたいと思います。でエディットページに戻るときはこの1番を押すとエディットの機能が使えるようになります。一般的な動画はこういった16対9なんですけれども、ちょっと映画っぽく見せたい場合にですね、この上下に黒帯を入れることがあります。で、この黒帯を入れるためにはですね、クロップっていうエフェクトをかけるんですけども、このエフェクトタブからですね、クロップと検索して、で、クロップをかけないとですね、このエフェクトコントロールのところにクロップが出てこないんですね。で、これがですね、なんと、ループデックがあるとですね、これ、左にスクロールすると、2ページ目、3ページ目、4ページ目。この4ページ目のクロップとアットクロップっていうのがあるんですけども、これ、クロップじゃなくて、アットクロップの方を使います。調整レイヤーを選んで、そして、このアットクロップですね、アットクロップをタップするだけで、これクロップが入ってくれます。なので、調整レイヤーにクロップ入れたい場合はですね、毎回ここで検索しなくてもですね、これアッドクロップをタップするだけでですね、クロップを入れることができます。で、上下をですね、まあ、例えば 10% とか区切ると、ちょっと映画っぽく見せることができるという感じになります。なので、僕がまあよく使うのは、調整レイヤー、まあ、クロップ、タイトル入力ですね。こういったものをですね、このループデックの1ページ目に入れておけばですね、かなりの時短につながっていくんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、カラーに関しては以上となります。では続いてですね、オーディオですね、積んでいきましょう。はい。では続いてですね、音の調整についてですね、ご紹介したいと思うんですけれども、まあ、個人的にですね、このループデック CT、まあ、カラーで一番使うかなと思ってたんですけれども、音を編集するときにですね、かなり便利な機能がいくつかあります。それを早速ご紹介していきたいと思います。では画面に移っていきまして、音の編集ですね。例えば音の編集するときって A1、A2、A3 ですね。このオーディオのトラックの高さっていうのをちょっと高くしたいと思うんですけれども、でその前にこのホームボタンを押して、このオーディオですね。今回はオーディオをタップします。もしくはこの3番を押していただいても切り替えることができます。1番が編集、2番がカラー、3番がオーディオになります。で、音編集するのに、まあ、結構便利なのがこのオーディオハイライトとビデオハイライトです。これオーディオハイライトをこれつまみ回すとですね、このトラックの高さが大きくなっていくんですね。なのでマウスでですね、まあビデオトラックとオーディオトラックの境目をちょっと上げて、でオーディオのトラックを高くします。と同時にですね、これビデオハイライトですね。これを左に回すと、このビデオのトラックも低くすることができるので、まあオーディオ編集するときはですね、ビデオのトラックはまあ極力狭くして、でオーディオのトラックを使っていきたいと思います。で今回ですね、このインタビュー動画なんですけれども、じゃあ例えば初めにちょっと聞いていただきたいんですけれども、これインタビュー、まあ質問1に対して答えた後にこういったタイトルが出て、でその後に質問2に対して回答するっていうシチュエーションを、まあ、編集したい場合ですね、通常であればここにですねキーフレームを
って、この喋ってないところですね、ちょっとボリュームを上げたりするんですね。それをですね、まあ、キーボードと、まあ、マウス、まあ、もしくはトラックパッドでする場合は、ここにマウスを持っていって、で、コマンドを押しながらクリックですね。これ4つのキーフレームを出して、で、この状態でこう上に上げていきます。はい。で、聞くと。今まで行ったキャンプ場は。っていう感じで、喋ってない時はですね、BGM ちょっと上げたいという時があるんですけども、これちょっとですね、タイミングが、まあ、ミスった場合ですね、さらにキーフレームを打って、まあ、こういうなんか斜めにしたりとか、あとここがちょっと早すぎた場合は、さらにこう打ったりして、で、ここ削除してみたいな感じでやったりするので、ここら辺の調整がですね、ちょっと細かい調整にはなるんですけれども、これがですね、この LoopDeck CT があると非常に簡単にすることができます。では、ちょっとキーフレームを削除していって、で、これ何もない状態でキーフレームを打ちたいところでですね、このマークですね、これをタップします。で、さっきはですね、コマンドをしながらクリックしたんですけども、これタップした後はですね、簡単にクリックするだけでキーフレームが打てますので、じゃあ4つほどですね、打っておきたいと思います。で、4つ打った後にですね、この真ん中の2つのキーフレーム、このままドラッグすると2つ選択できますので、この2つ選択した状態でこれをですね、右にこう回します。するとその選択した範囲だけのボリュームをですね、上げることができます。じゃあちょっと聞いてみたいと思います。キャンプ場は、はい、という感じですね。これでキーフレームを打った区間だけのボリュームをですね、このつまみで調整することができるんですけども、ここで非常に便利な機能がありまして、音の落ちるタイミングとかですね、あと上げるタイミングがですね、ちょっと調整がずれたなと思った時にですね、まあ、例えばこれもう少し山がですね、右に合ってくれたらいいなという時は、これ今2つの点を選択している状態なので、今度はですね、この4つですね、こうドラッグして4つを選びます。で、4つ選んだ状態でこのオーディオ系エフホリズンですね、これを右に回すとですね、なんとこの状態で山の位置をですね、微調整することができます。なので上がり始めがですね、ちょっと早すぎたなと思う場合は、これ右にちょっと調整したりとか、降り始めがですね、ちょっと遅すぎたなと思う場合は、これ左に調整すると、まあ、簡単にですね、この山の位置っていうのを調整することができます。はい。で、それ以外もですね、例えばじゃあちょっと V ですね、選択モードに戻して、この BGM の音量ですね、変えたい場合は、まあ、この原因ですね、原因をタップして調整することができたりとか、あと、まあ、いくつかですね、機能がありますので、まあ、そこら辺はですね、今後、いろいろ使いながらですね、慣れていくかなと思います。で、あと、これ、まあ、オーディオで使うというよりかはですね、モーションブラー、まあ、なんか、動きをつけたいときにですね、便利な機能だと思うんですけども、例えば、先ほどのこのキーフレームを打つ状態、そして選択できる状態にして、このイーズインですね、イーズアウトを押すとですね、これ、なんと、この、まあ、滑らかなカーブにすることができるんですね。なので、まあ、音量ではあんまり使わないんですけれども、この動きのあるシーンですね、普通にグーッと動くのをシュッという感じで動かすことができたりもします。はい、ということでですね、オーディオに関しては、ざっくりですね、よく使う機能としては、ここら辺になるかなと思います。はい、では最後にですね、この LoopDeck CT どういった方に向いているかといいますと、まあ、まず時短したい方ですね、ショートカットキー、そして、まあ、できるだけ効率よく編集したいという方にすごいおすすめです。あと編集をですね、もっと楽しくしたいという方にもおすすめです。まあ、僕自身はですね、映像を撮るのはすごい好きでですね、結構映像制作でも外に撮影するのは好きなんですけども、編集はまあなんか仕事と割り切ってやっていくことが多いんですけども、その編集もこの LoopDeck CT があればすごい楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、実際にカラーコレクション、カラーグレーディングの部分はこのつまみをですね、いじることによって、結構ワクワクしましたし、あとショートカットキーも、まあ、編集しながらですね、このショートカットキーをあそこに割り当てていくとかなり簡単に編集できるんじゃないか、
っていうところもですね、いろんなアイデアが思い浮かびながらですね使っていけるので、まあこれを買うとすぐに時短につながるっていうわけではないんですけども、まあ編集を楽しむことができる、そしてループデック CT と一緒に成長していけるっていうのがですね一番の楽しみかなというふうに思います。で、僕のチャンネルではですね、動画撮影や動画編集のチュートリアルから動画編集に役立つプラグインやこういったガジェットの紹介などもしていますので、まあ、興味のある方はですねチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、今回の動画がですね、まあ、少しでも役に立ったぜという方はですねグッドボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いいたします。ということでですね、次の動画でお会いしましょう。動画人ターナでした。バイバイ。